はゆかりさんです。ゆかりさんだぞ。今回はスピリットのあいつからだね。あかねちゃんがやられてたあいつですね。スピリットの装備だと攻撃力が足りない気がする。大理石の素材集めた方が良かったかもしれませんね。倒せなかったらそっちも集めよう。さあ来い。やった、硬くない。防御力ありますね。それとやっぱ狭いわここ。痛い。無理、上行こうへ。すごい速度で回復してます。このレータニティモード目、地上に到着です。広く使おう。呪術回戦好きですよね。好きなキャラがどんどん死んでいって悲しい。驚々しい曲だわ。このボス、バインレース版ですかね。どういう意味なんでしょう。バインだから、鶴の何かなのかな。よく見たら、顔の中心が骸骨だし、怖いデザインしてるわ。骸骨だから、こんなに硬いんでしょうか。その可能性はある。HP バーで騙してくるんじゃないよな。トリックですね。真ん中の骸骨が動き出したり。あいつが中身だったのでしょうか。くそ、骨を粗末にしやがって骨粗しょう症になってしまえ。骨粗しょう症。いえ、トランド粗しょう症。ん、何か出たぞ。第2形態が第2形態ということでしょうか。何携帯あるんだこいつ。うわぁ、惜しい。お、防御貫通がついてる。防御貫通してもダメージ1だ。ミニジャンプはもともと低いですもんね。毒のデバフの方がダメージあるわ。この剣、モサモサしてる。デザイン凝ってますね。アクセサリーは追加コマンドかな。なかなかのダメージ。クールダウンがあるから少し使いにくいかな。さて、次のボスだが。
明ですね。一体どんなのになってるのだろうか。うわ、すごいよ。ダメージを受けているようで受けてないですね。脳みそ惑星のダメージ吸収がすごい。今のところ変わってる様子はなさそうでしたが、あれよ、装備が召喚装備だったから。ちっこいクイーンビー出てきた。本体みたいに突進してきますね。カラミティで見たことあるぞ、こんなの。跡地に針が多い。放射状に飛ばしたりしてますね。おいおいおい、なんかデバフがすごいんだな。あ、マスターアンチだわ。イエーイ、勝ったぞ。案外楽でしたね。スケルトロンかな、バニラのボスは。あっちはなんかすごいことになってそうですね。ガッチャン、ペッタン、おいこら。ガッチャン、ペッタン、おいこら。もっとのアイテムはセントリーだね。スケルトロンで活躍しそうですね。